どうも、エルザレットです。それでは、ウィッチャー3やっていきましょう。さあ、前回に続き、ルーベン伯爵の宝を取りに行きたいと思います。なんだけど、ちょっとね、アイテムがいっぱいあるんで、ちょっと売りたいなと。まずね、お金にちょっと変えようかなと思います。このまま行けば、あるね。ちょっとここまで行こうかな。結構ね、スキルがつくんでね。じゃあ、本編進めていきますかね。そうそう。意外とね、こういうことしてると過ぎていくんでね。汚いな。辺境博の邸宅というより物乞いのあばら屋みたいだ。ダンディリオンは面白い友達を作ったな。とりあえずアードは準備しておいて、他に侵入できそうなところはない感じかな。やめとけ、ウィッチャー名乗るといじめられるぞ。ほんとね、ウィッチャーはね、すっげー言われるからね。道歩いてるだけで暴言吐かれるからね。ああ、向こうからだけか。どういう理由？入りますか、こっからね。あ、どう？さあ、無視して。お、なんかあるね、そこには。銀の容器、下水道で見つけたものと似てる。ということは、銀の容器、下水道で見つけたものと似てる。足跡もあるね。足跡か。上には向かっているか。まあ、上にいるかな。お、結晶化したエッセンスゲット。こっちも調べれるが、本だね。そんなもんかな。じゃあ上行きますか。宝石箱、明らかにだよね。左ね。ああ、拷問部屋か。宝石箱、手紙とそれにボトルだ。誕生年のワイン、全く素晴らしいものです。驚くほど。おお、ぜひお試しを。終わったら元に一度お戻しください。愛を込めて。誕生年のワイン、極めて上質なものです。驚くほどの方向、ぜひお試しを。終わったら元の位置にお戻しください。誕生年か、ダンディリオンか、シリのものか。これはワインボトル。さあ、こっからは謎解きだね。さあ、誕生年か。ってことは置ける場所があるはずなんだけど、
入れますか、ボトルをね。貼りたと思ったらここワインボトルだったんだね。1245から54年。音がした。隣の部屋だろう。はあ、よく考えてたね。さあ、こっちは、あ、ただのか、あっちに扉があるだけか。いやー、ちょっとした、本当にちょっとした謎解きだったね。さあ、隠し扉、隠し部屋か。ダンディリオンと仲間が強盗を計画した場所だろう。さあ、とりあえず調べるか。ワイルドハント、とりあえずちょっとここ離れるか。近すぎるとね、意外と。爆弾の作り方の指示書、カルクスタインの署名がある。さあ、こっちもワイルドハント一緒だね。砂糖、それにワイバーンの油に浸された物質、うん、ああ、これが前回爆弾だね、作ってたね。はあ、爆弾の場所、作り方は特定で、これがシミ、ワイバーンの油だ。はあ、よう手に入れたね、ワイバーンの油とか。ドゥードゥからの手紙、シリエ、メンジに追われてる。奴が宝を奪い、ダンディリオンも捕まった。逃げるんだ。足音か、まずいな。さあ、足音ということは戻ってきたか。そうなると、これシリの手紙だね。では、ちょっと今手に入れた、アイテムを、さあね、結果付け替えてこの2つは分解しよっかね。意外とあれは元に戻さなくて OK か。ディクストラとトリス、え、なぜに。まさかここで会うとはな。しかもトリスと一緒とは。魔法が使える者がいれば助かると思ったんだ。爆弾に刻まれたルーム、あの意味を知りたくてな。君も知りたいのか、トリス。いいえ、お金のためだけよ。皮肉な唯物主義者を演じるメリーゴールドか。最高だ。本当のところ、トリスが来たのは理想のためだ。仲間を救うには金がいる。宝を取り戻したら、俺が彼女を助ける立場になるだろう。ところで、ボークレール人は言葉遣いが悪くて恐縮なんだが、俺の金を盗んだクソ野郎は見つかったか。そうだね、ちょっと気になるところあるんだけど。待って、なぜここへ来た。待て、まずはここにいる理由を言え。いたさ、何か分かれば知らせに行くと。そうだ、だがお前が心配だった。万事順調かどうか目に立ち寄ったんだ。ってことはありがたい話。ありがとう、もう安心していい。だが自分の面倒は自分で見られる。今後はそれを忘れるな。いいとも、俺は自分の利益を追求するだけだ。基地に富んだ言葉の応酬を聞けて本当に光栄だわ。でも忘れないで、あなたたちと違って私は毎回命がけで外に出てる。ここに来た時もね。だからいい加減本題に入ってもらえる。さあ、犯人はメンジ。無駄な手間をかけたな。爆弾を調べても無意味。なぜと。宝を盗んだのは誰か分かった。聖堂衛兵団の団長カレブ・メンジだ。おやおや、メリーゴールド、君の報酬は報復とセットのようだぞ。ゲラルト、分かったことを教えてもらえるかな。早く知りたいんだ。そうだね、どうしようかな。ヘンケルに聞いた。老人は元気だ。
債権者から逃げるために死んだふりをしたんだ。妙だな。借金があったとは初耳だ。あったんだ。メンジは強盗に手を貸せば面倒を見てやると。ゲラルト、どう上品に言ったものか。ふざけるな。お前の尻から切り出した作り話で騙せると思ったなら俺のことを少しも分かっていない。そうだね。まあ、いや、メンジが宝を持ってるな。だが一部だけだ。半分がライオンやワシの怪物なんかの話は聞いたことがあるが、半分真実の話が存在するなどとは納得できん。とにかくやってみる。ヘンケルには会っていないが、メンジは確かに宝を持っている。水晶玉でも覗き込んで占ったのか。さあな、企業秘密だ。何か隠してるな。我慢できないことの一つだ、ニルフガード人以上にな。だがこれはビジネスであって結婚ではない。全てが嘘でもなかろう、お前は人を騙すのがうまいやつではないからな。メンジは最近大金を使っていた。だが形式上奴はビタ一文持っていないはずだ。次は何を。メンジは夜を不当で過ごすらしい。ウィッチハンターの兵舎だ。会いに行ってどこに俺の金を保管しているのか聞こう。そうだね、メンジが喜んで話すとは思う。メンジが喜んで何かを認めるとは思えん。俺もだ。苦難を共にしたウィッチャーと女魔術師を雇えたのは幸運だ。私たちの過去に何の関係が。たくさんある。恋人同士は片方のためなら地獄に飛び込む。まさにこの仕事にぴったりだ。すなわちお前たちがハンターの兵舎を生きて出られる可能性が大幅に高まる。俺の宝と一緒にな。俺たちを利用するつもりだな。利用してるんだな。利用。まさか、二人の絆を最大限に活用してるだけだ。さて、もう行かなくては。幸運を祈る。訂正すると思った。あの、恋人たちってとこ。そうだね。自分で訂正できただろう。確かに。でも簡単に言えることじゃないでしょ。話がそれたわね。宝を取り戻さなきゃ。トリス、正直に言おう。ディグストラの金には全く関心がない。やっぱりね。シリのことでしょ。ああ、メンジはどこかにダンディリオンを拘束し、ダンディリオンはシリに会ってる。じゃあ話は別だわ。聞いて、真夜中に港の東にある教団の礼拝堂に来て、一緒にウィッチハンターの弊社に入る方法を考えましょう。わかった。じゃあまた。助かるよ。さあ、一旦トリスと合流しましたね。まあ、このタイミングでとは思ってなかったけど。じゃあ、とりあえず…買えるものは教授に買わなきゃ損だろ。いきなり出てくるとびっくりするね。さて…とりあえずトリスと会いますか。化け物め、地下牢に入るがいい。何を急いでるの、王子さん。さあ、近づきましたが。飲もうぜ、もうすぐ夜が。まあ夜中か。そしたら一回瞑想しますか。来てくれたのね。いい？建物を見て。良くない感じでしょ。少しは塗装や修繕が必要って意味か。まるで要塞だって意味。高い塀、門番、そして武装した兵士。忍び込むのは無理だし、突入しても無駄よ。メンジに逃げる時間を与えてしまう。どんな提案が。この枷を持って私につけて。よくわかんないけど。トリス、
本気か？こんな場所で囚人監視の下で。意外かもしれないけど、カセは寝室の外でも使い道があるのよ。考えてみて、トリスメリゴールドをウィッチハンターに差し出せば、門を開けるだけでなくメンジと直接会わせてくれる。ダメだ、危険すぎる。ダンディリオンの命がかかってる。シリの命もね。危険を冒す価値はある。そうだね、まあ分かった。だがその後も分かった。あとは奴らを騙せたとして、次はメンジの首に剣を当ててダンディリオンの居場所を聞くのか。無駄でしょうね。メンジはクズだけど、死を恐れるような男じゃない。狂信者はいつもそうだから頭にくる。じゃあ釜をかけて話させるか。そうね。女魔術師会の情報があるとか、フィリパの話もいいわね。誰よりも憎んでいるから、何か思いつくでしょ。そうだね。待て、礼を言いたい。やめてよ、誰でもできることよ。違う、誰でもじゃない。やめて、女魔術師に赤面は似合わないわ。じゃあ行きますか。まだ嫌な予感がするが仕方ない、行こう。まあ何人か戦うことにはなるだろうけど。ゲラルト、忘れないで、私は一人で大丈夫。何を言ってるんだ。ウィッチハンターは私を女性扱いはしないでしょう。でも生き抜くわ。少し痛い目にあっても。大切なのはシリよ。やるべきことをやって、何が起ころうともね。約束はできない。それでもお願いよ。いい、はあ、分かった。さあ、まあウィッチャーにしても魔女にしてもというところなんだよね。エルフとかと一緒で迫害されてる身ではあるからね。何の用だ。褒美をもらいに来た。何に対してだ。魔女だ。これが誰かわかるか。トリスメリゴールドだ。メリーゴールドだと。入れ。これはこれは、トリスメリーゴールド。ドラウナーから女魔術師にくら替えか。割がいいんでな。その理由は魔術師の方が厄介だからだ。ドラウナーに何ができる。間抜けを海に沈めるくらいだ。だが魔女は王を殺す、策略を練る、戦争を始める。牛の絞りたてのミルクを酸っぱくするのも忘れないで。おふざけは終わりだ、永久にな。牢に入れろ。メンジと話したい。メンジに直接引き渡す。さもなくば連れて帰る。魔女の扱い方なら心得ている。触らないで、このクズ。下品な舌はこんな可愛い口にふさわしくない。引っこ抜かないとな。年次に提案が。あんたるな、面白い話を聞けるかもしれないぞ。例えばフィリパ・エイルハートの隠れ場所だ。絶対に許さないわ。黙れ赤毛女、悪情しろ。エイルハートはどこだ。そうだね、お前らの親玉と直接話す。はっきり言ったはずだ、俺はメンジとしか話さない。お前のような連中とは話さないぜ。
では俺が寄ったと伝えろ。友人と一緒にな。わかった。女を連れてついてこい。だが俺から離れるなよ。さあこれで一旦はというところだね。あ、ここで多分何か間違えると一気に乱闘騒ぎになりそうな、まあ、それはそれでちょっと2周目にしようかな。俺の気が変わる前に消える。ウィッチャー、うん、ここで別れる。メンジに会いに行け。メリーゴールドは隣だ。まだ彼女を渡すわけには。決めるのはお前じゃない。ディルク、やり方は知ってるな。一言も喋らないわ。あなたにもあいつにも。強気な態度だな。今にわかる。爪を何枚か剥がしてやる。それで白状するはずだ。どうしよっかな。そうだね、わかった。連れて行け。会話を邪魔されなくて済む。だが手を離せ。彼女に触れるな。なぜだ。同情してるのか。違う、彼女はどうでもいい。だがメンジから情報を得られなかったら他の誰かに売りたい。商品に傷をつけられたくない。商売に鼻が利くな。素晴らしい奥さんになるよ。心配するな。メンジは金をくれる。そしてメリーゴールドは相応の報いを受ける。そうね。んじゃちょっと使うかな。俺が来るまで拷問するな。いいな。わかった。拷問はしない。なんだ、呪文を使ってるぞ。捕まえろ。反対しろ。思い知ればいい。いや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 、リグニャクシ。あー、どうしよっかな。いやー、待っててもあれはどうやったかな。どっちが正解かな。いやー強いね。意外と広場に抜けてでもありか。さあ、いきなりバトルから。はあ、レベル高いな。アップルシーン。さて、どうした、来い。クエン。逃げるべきだったわね。さあさあ、このまま壁にはめて。さあ、クリティカルでいけないかな。戦闘パートでも入ったね。さあ、
さあ、とりあえず手に入れるものを手に入れる。アイテムが欲しい。危ない危ない、痛いね。さあ、まあ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 、とりあえず中には入ったけど、まあ、こっからどうなるかっていうところだね。そっか、意外と洗脳でどうにかできるかなと思ったけど、意外とダメだったね。まあ仕方ない。意外とガード買ったいいよね。おいおい、どれだけ待たせる気だ。さあ、年次をここで始末したいが、はい、始末。なんか良さげな武器手に入れたね。ウィッチハンターがまだいたね。はい、します。まあ、どっちがいいのかはわからん。2周目やね、とりあえずこの楽しみやね。ウィッチハンターがまだ近くにいるってことか。まあ、外だろうな、確実に。まあ、たまには暴れんとね。で、よさげな剣は。なんか青っぽい良さげ、レアっぽいの見つけたような気がしたんだけど、素材っぽいね。まあまあまあ、とりあえず、多分外で今戦ってるけど、とりあえず多分トリスじゃ倒しきれないと思うから、まだいるか。うん、いるね。さあ、ギリギリで
メンズのところに行ったのは正解だったね。さあ、人暴れして終わりと。あれで全部みたいね。危なかったわ。うん、確かに強かった。人混みの中でアクシーを。ゲラルト、無茶なこと。すまない、拷問させたくなかった。大切な存在なんだ。執務室を調べるべきね。ダンディリオンについての書類が見つかるかも。死体を探るわ。部屋を探して、まず机を調べてみたら。そう、聞き出すことはできなかったね。ちょっと調べますか。カルブメンジェの手紙。次の処刑に取り付け取り行い、いくつか新しい指示があると。ボーリーの住民が、となったビッツの南西側の隅にある永遠の炎の祭壇の柱に置かれた受け渡し用の箱に競技書を入れろと。ヤムルラック。何か見つけたか。ポケットに執務室の鍵があるだけ。ほら、ベルトの下には何も。待って、裏地に何か縫い込まれてる。それは金庫の鍵よ。はい、敬意を添えてデクストラに渡して。さあ、手紙を見つけた。諜報員宛ての手紙があった。重要な誰か、おそらく諜報員からだ。諜報員、見てくれ。受け渡し用の箱、秘密の暗図。そうね、諜報員の工作がはっきり見えるわ。そいつならダンディリオンのことをもっと知ってるかも。そうだな、待ち合わせの合図の送り方が手紙に書いてあるが、場所は書いていないな。ディクストラならわかるかも。何でも知ってるから。何でも、少し大げさだな。そうかしらね。そう、鍵だけで足りるかどうか。場所に関する情報はなしか。ディクストラが満足するか疑問だ。約束を果たせなかった私たちを襲わせるんじゃなくて、金庫探しに手下を使ってくれるといいんだけどね。そう、うまくいくか。だといいんだけど。じゃあここを脱出しよう。ここにはもう何もない。行こう。喜んで。でも正門を通るのはお断りよ。さあ、ということで脱出ルートを探さないといけない感じかな。さあ、とりあえず。門番は何も知らずに。中ではすごく大変なことになってたんだけどね。いや、でも敵もやっぱ強いね。武器のある程度強化もしとかないと。とは思うけど、あら、意外とこっちではない。どこを来て。この辺りに何かあるか、それとも2階か。2階っぽいね。いや、そういうわけでもないか。ちょっと
とイグニを用意して、やっぱそうなるよね爆発の勢いが。ここじゃないと。どういうことだ。あ、とりあえず吹っ飛びはしたけどって感じか。ハードで、そっち方面なのは確かなんだけど、意外と。あ、やっぱいけないね。意外とだな。やっぱ中か。やっぱ2個行こう。そうね、鍵かかってるね。あ、開いたし。そういうこと？意外と普通だったな。ここでお別れよ。でもその前に弊社を燃やしましょう。同感だ。証拠を残しすぎてる。ええ、それにウサも晴らしたいの。ねえ、ちょっと話したいことがあるの。でも今ここじゃダメ。時間があるときに私のところへ寄ってくれたら助かるわ。それじゃあここから出ましょう。あ、出るか。いやなんだかんだね、大変だったね。意外と敵が強かったのが。だってあ、そういうこと。出る方法はとりあえず見つけるとして、えらく燃やしてますな。うさばらしにしては、燃やしきった後だね。さ、これで OK と。さあ、ルーベンに話すところまで行きますか。さて、ルーベンの家は、から意外と出れないか。さあ、壁ごと。おい、お前、ルーベンが話したいってよ。短気な老いぼれめ。何？なんでもない。すぐに行く。誰かな？オーエア、リビアのゲラルとか。もう尾行はやめてくれるか。ああ、宝の場所を聞いたらすぐにな。俺とメンジは意見が合わなかった。どれぐらい？ひどくな。それで煙の説明がつく。宝はあそこにはないんだろうな。一緒に燃えたりってことは見当たらなかった。20トンの金を見逃すわけがない。手ぶらでやってきたというのか。
第一にやってきたのはお前だ。次に手ぶらではない、金庫の鍵だ。メンジが持っていた金庫、自分で見つけろと。大して楽な状況にはしてくれなかったな。よこせ。それだけか、洒落た別れの言葉。報酬はどうなる。報酬はどうなる。ゲラルト、ウィチャーはみんなそれほどずぶといのか。どういう意味だ。嘘をついたの。またしても。何。盗んだ犯人を最初から知っていたんだな。だがその情報を隠していた。アメクナイメが力を取り戻すんだろ。だが宝を見つけるのは手伝ってやった。だから愚痴はやめろ。冗談ではない。信頼を踏みにじったな。それは認めよう。今回は生かしておく。では肩をつけようか。脅しか。逆だ。力を貸してくれただろう、ウィッチャー。だから何はともあれ報酬は払う。まだダンディリオンの消息をつかんでないようだな。ああ。だが知っていそうな人物がいた。おそらく諜報員で、ヤムルラックと署名された手紙を見つけた。ただ、待ち合わせの段取りまでしか書いていなかった。場所については何も。ファーコーナーズのアバラヤだ。あいつを送ればその日のうちに現れる。真夜中になる前にな。そうだね、協力。協力に感謝する。礼はいらん。借りを返しただけだ。いつもそうする。相手が嘘つきだろうとな。そして最後のお願いだ。二度と俺を出し抜こうとするなよ。内部諜報員としてのスキルは高いみたいだね。さあ、変な野郎だな。おい、この流れ物を見ろ。聖書を入れるんだ。へえ。まあ、とりあえず移動しよう。まあ諜報員がどうやってっていうのを、まあ、そのうち分かるんだろうね。多分サブクエストとかして分かる感じかな。意外と遠いな。そういうことだと思うんだけどね。とりあえず誰かに見られてるのは間違いない。物乞いとかかな、情報としては。それかトリスか。永遠の炎よ、すべての父よ、お聞きください。お願いです。近寄るな。夫を元気にしてください。夫は善人です。誠実で正義感があって。永遠の炎よ、受け渡し用の箱。唯一の希望よ。受け渡し、あ、これのことか。受け渡し用の箱か。お前の末は火炙りだ、ウィッチャーめ。合図を送った。諜報員は真夜中前にファーコーナーズに現れるはずだ。さあ、そしたら指定の場所に移動して。遠いね。とりあえずこっち方面行って飛ぶか。おとなしくしてろよ。いやー、オープンワールドっていうのもあってやっぱめちゃくちゃ広いね。さあ、ファーストトラベル。その場から飛べないのはね、もう仕方ないんでね。さあ、飛んできました。一旦セーブしたいな。さて、この先にいるみたいだけどね。最近髪を洗
笑ってるか。さあ、この中らしいね。あとは隠れて待つだけだ。扉の裏、古典的だが最高の隠れ場所だ。うん、ではその中で夜中まで待つか。さあ、瞑想で。ここではないのかな。いや、合ってた。で、扉の後ろに行くと、あら、真夜中まで隠れ続ける。どういうことだ。このまま待っとけばいいのかな。やっぱ外か。意外と外か。ちょっと時間を進めよう。さたさた。トリス、なぜここに。ああ、ディクストラだな。他にいないでしょ。どうしても最後までこの目で見届けたいと思って。トリスとの密会にはぴったりの場所だな。ふん。天井は崩れて壁はカビだらけ、隅にはネズミの糞、自然に口が突き出しそうね。し、隠れろ。メンジか。体調を崩してる。かなり悪い。誰かは知らないが、深入りしすぎたようだな。鼻の穴までどっぷりとだ。深入りしてるのはあなたの方よ。でも質問に答えれば抜けさせてあげるわ。その質問の答えはくたばれた。そうだね、どっちかな。レディーさん、強気を襲ってもレディーにそんな口を聞くなんてショックか。一応ね、レディーにそんな口を聞くんじゃない。レディーにはな。だが魔女なら別だ。試してみる？おすすめはしないけど。それは熱い。もう降参する？くたばれ。このくらい平気だ。でしょうね。でもまだ序の口。さあ、どうしようかな。一回止めようか。いいえ、先に頼む。
どうだ、話すか。質問次第だ。誰に役割か。僕から聞くが、雇い主は誰だ。言わない、絶対に。そうかしら。魔女め、何をしようとな、雇い主は決して明かさない。おお、じゃあ次、シギルーベの宝を探して。メンジはシギの宝をどこに隠した。見当もつかない。いいの、私の一言でまた泣き叫ぶことも。それでも何も知らないというしかない。信じられないかもしれんが。真実を言ってるのか。そのようね。おお、じゃあ結構雇い主か、問題はね。じゃあダンディリオンを探してる。ダンディリオンを探してる。メンジが捕らえたはずだ。たかが金融詩人のためにこんな仕打ちを。最初にそう言えたはずだろう。魔法で心をいじくり始める前にな。信じられん、あんな惨めな間抜けのために。要点を言え。要点を言え。ダンディリオンは聖堂島で監禁されてる。聖堂の地下牢だ。メンジは彼をオクセンフルトで処刑するつもりだ。壮大な見せ物になる。残念だが見せ物は中止だ。解放する方法は。聖堂島を出ることができるのはメンジが命令したものだけだ。直接な。くそ。なんとかする。考えがあるの。後で話すわ。そうだね、まあ、聞ける情報は聞いたし、もういい。もういい。知りたかったことは全部わかった。それはよかった。この不幸な出来事はお互いに忘れよう。それでいいだろう。よくないわよね、ゲラルト。ああ、こいつは知りすぎた。そんな言っただろう。絶対に死ぬか、記憶を消し去るか。記憶を消そう。記憶を奪おう。だが協力したじゃないか。痛みはない、保証する。結成アンガード。どんな気分だ。卑劣、残酷、そんなとこ。でもすぐにここを出たい。家に帰ってお風呂に入って全て忘れるまで飲みたいわ。そうだね、家に送ろうか。今日はダメよ、ゲラルト。だけど話したいことがあるの。今度寄ってくれる？メンジが死んだのは確かだけど、それで悩みが消えるわけじゃないの。まあ何かあるみたいだね、まだね。ダンディリオンを助ける方法があると言ってたな。ええ、島にいることは分かってる。メンジがオクセンフルトへの移送を命じるまでそこにいるのよね。うん、問題はメンジが死んだことだ。となると他にそれを知る者はいない。火事を逃れててひょっこり現れるかもしれない。彼か、彼にとってもよく似た誰かがね。ドプラが。ええ、あなたの旧友ドゥドゥ・ビベルベルトがハーフリングの商人に化けたことがあったでしょ。ダンディリオンは本物より本物らしいと言ってたわ。ビバルディも数千クラウンを融資したほどよ。だがドゥドゥは潜伏中だ。プリシラなら何か知っているかもしれないが。そう祈るわ。さあ、これで、クリアですね。さあ、伝令は記憶を消しただけと。じゃあ、キリがいいのでここくらいにしておきましょうか。多分クエスト自体はどんどん更新されてるけど、そろそろ終わるんじゃないかなと思います。まあ、ダンディリオンも助けに行かないとね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回、ウィッチャー3の世界で会いましょう。ほんじゃあ、またな。